皆さんこんにちは。翔猿関は小さい体で土俵上を動き回る相撲でファンを楽しませてくれる力士ですね。土俵を丸く使うことのできる翔猿関。土俵を丸く使うとは、丸い土俵を隅々までうまく使うことができる相撲のうまい力士に対して使う表現ですが、翔猿関もその一人です。今回はそんな翔猿関の生い立ちや緊急搬送された件について見ていきたいと思います。翔猿関は東京都江戸川区出身で、葛飾区のアスナロ幼稚園に通いました。翔猿関の父親は岩崎正俊さんで会社員をされています。母親は久美野さんで何をされているか分かりませんでした。専業主婦でしょうか。現在も実家は江戸川区にあるようです。翔猿関が2020年9月場所で新入幕を果たし11勝を挙げる活躍をした時は、江戸川区のどこと実家の場所を検索した人が多かったみたいですね。江戸川区でも幼稚園のある葛飾区寄りに実家があるのかもしれません。翔猿関は江戸川区立上一色小学校に通いましたが、葛飾区のアスナロ幼稚園まで徒歩16分の距離です。翔猿関は2人兄弟で、木瀬部屋の秀ノ海関が3歳上の兄になります。翔猿関と秀ノ海関は似ていないと言われていますが、比べてみると確かに似ていませんね。秀ノ海関の方はカレーパンマンに似ていると言われていますし、本人も公認です。翔猿関と同じようにしこ名に猿がつく海猿関という力士もいるのですが、翔猿関がインスタなどに弟ですと紹介したことがあります。そして翔猿関がある芸人さんに海猿さんを三男だと冗談で紹介し、秀ノ海関の海と翔猿の猿を取って海猿にしたと作り話をしたのです。するとそれを信じた芸人さんが SNS で拡散してしまいました。私も最初見た時は本当だと思ったんですよね。海猿というしこ名の由来がもっともらしく思えたからです。実の兄よりも海猿さんの方が翔猿関と似ていますし、でも違いました。翔猿関と秀ノ海関の2人兄弟でした。兄弟は仲がいいらしく、食事に行ったりするようです。秀ノ海関は木瀬部屋で、翔猿関は追い手風部屋で違う部屋なので、兄弟対決もあるのかなと思いそうですが、たとえ違う部屋でも兄弟での対戦は組まれません。八百長などを避けるため、兄弟、いとこ、叔父、甥などの4親等以内の親族との対戦は行わない決まりがあるそうですね。確かに一方が勝ち越していてもう一人が勝ち越しがかかっている一番なら、勝ち越している方はわざと力を抜くかもしれません。事前に八百長の相談をする可能性もありますよね。だから部屋は違えど兄弟の対戦は行われないのでしょう。ちょっと残念な気もします。ちなみに翔猿というこの変わったしこ名はどのような由来で付けられたのでしょうか。それは翔猿関の相撲っぷりから来ているのですが、動きがすばしっこく逃げ回る猿のような相撲で、自分の干支も猿年なので猿を入れることにしました。それに師匠の追手風親方の現役時代のしこ名大正山からの賞をもらい、合わせて翔猿となったわけです。175センチ127キロの体で土俵狭しと動き回る様は本当に猿のようにすばしっこくて、なかなかうまい命名だと思います。翔猿関は明るく活発な性格で冗談好きだそうです。確かに相撲を見ていてもテレビのインタビューを見ていても明るそうな性格が伝わってきます。さらに高校時代は人懐っこく人気者だったそうです。女性だけでなく男性にも好かれていたようですね。一方翔猿関は正義感が強い一面もあるようで、いじめられている子を助けたりしていたそうです。イケメンで性格もいいとなったら人気が出ないわけがありません。土俵入りの時にも翔猿関は大きな拍手をもらっていますね。翔猿関はまた美意識が高く、入門当初から相撲は裸の姿を見せる、気を使うのは当然と化粧水やクリームを使っています。さらに全身脱毛もしているそうで、道理で肌がツルツルなわけです。そんな翔猿関ですが、ゆるふんが話題となりました。大相撲名古屋場所3日目、11日愛知ドルフィンズアリーナ。照ノ富士関が翔猿関に不覚を取って連敗しました。勝敗を左右した一つの要因は翔猿関の胸のあたりまで伸びた回しでした。館内に2日目の2倍以上の座布団が飛んだ。前日の錦木関は一瞬のすくい投げで照ノ富士関を破りましたが、この日は長い大相撲の末の金星だけに観客の興奮度も最高潮に達しました。立ち合いから動き回る翔猿関を照ノ富士関が右4つで捕まえたかに見えました。ところが左右とも一枚回しで引きつけが効かない。頭をつけて動ける空間を作る翔猿関。照ノ富士関は強引に寄りながら左上手は取り直しましたが、右下手は相手の胸の辺りまで伸びたまま取り直そうとすれば上体が傾いたりそのまま回しが切れたりする恐れもあります。攻めあぐむ照ノ富士関に翔猿関がけ返しを飛ばしました。け返しは自分のバランスも崩れるのでこらえた照ノ富士関が勝機と見てて、しかしここでも回しが伸びて寄り切れない。結び目が外れていたが行司が回し待ったをして締め直すのも難しそうな状況でした。翔猿関が相手の右腰へ食いつき切り返しで脅かして寄ると膝の悪い横綱は残せず土俵を割りました。照ノ富士関から2個目の金星を挙げた翔猿関はとにかく動きを止めずがむしゃらに行こうと思っていた。自分のけ返しで横綱は驚いたみたい。最後は疲れて何も見えませんでしたと息を弾ませ照ノ富士関は無言で場所を後にしました。正面審判長の浅香山審判部副部長は回しが伸びていて照ノ富士が崩そうとしても崩れなかった。取り直せたらよかったけど翔猿もいろんなことをしてくるからとポイントを挙げました。注目の一番でこれほど回しが伸びて勝敗を左右した取り組みは最近では珍しい。組み合いたくない押し相撲の力士は回しをなるべく低い位置にきつく締め霧も吹いたりして取られにくくする。一方同じ押し相撲でも腹が柔らかいと締めても伸びます。翔猿関のような小兵や細身の力士は厚みが出るので相手が1枚だけ掴んで伸びることがある。かつては相手の回しが伸びるようわざと緩くしていると疑われる力士がいて「ゆるふん」と批判されました。ですが今では腹や腰にめり込むほどきつく締める肩太りの押し相撲が増え下半身への影響や4つ相撲衰退の心配さえしてしまう。もはや「ゆるふん」は死語になり翔猿関も特にそんな指摘を受ける力士ではないですが昨今の回しの締め方を考えさせられる一番でした。そんな中翔猿関に不運が襲います。2023年8月8日の大相撲欧州市巡業会場の欧州市総合体育館で幕内の翔猿関が稽古後にぶっ倒れたのです。土俵を降りてその場にへたり込みしばらく動けず他の力士の肩を借りて花道を下がった後救急車で搬送されました。その2時間後には会場に戻ると稽古などは免除されしばらく安静にしていた翔猿関熱中症の疑いがあるがスポーツ紙によれば本人は違うと思うと話したといいます。そもそも大相撲で熱中症は比較的珍しいと言ってもいい。普段の稽古場には水やスポーツドリンクを完備。巡業もそうですが多くの相撲部屋は土俵が一つで相撲を何時間もぶっ通しで取ることはない。まして幕内力士ならば自分のペースで稽古ができます。各界 OB は直前の稽古の影響があったのではないかと言います。翔猿関は倒れる直前横綱照ノ富士関とぶつかり稽古をしていました。実に8分間格上相手にひたすらぶつかってぶつかってと繰り返す稽古で8分間は確かに長い。普通はここまで長くやらないのですが横綱なりの可愛がりでしょう。上記でも紹介しましたが照ノ富士関は7月場所で翔猿関に金星を献上。しかもただ負けただけじゃない。翔猿関はゆるふんで有名な力士。照ノ富士関が掴んだ一枚回しが翔猿関の胸まで伸びきってしまい力を出し切れずに寄り切られました。自分を任した相手を稽古でコテンパンにし苦手意識を植え付けるのは横綱の常套手段。さらに今回はゆるふんのお灸という意味もあって長時間のぶつかり稽古になったのではないでしょうか。大事に至らず何よりでしたね。翔猿関は詳しい原因は分かりませんでしたが体力がなかっただけと振り返りました。8月11日までじんましんや息苦しさが残ったといいますが回復の経過は順調でした。まだ少し症状はあるがやっと良くなってきたと話しました。秋場所に向けては三役に戻れると思うので勝ち越したいと巡業後を見据えていました。いかがだったでしょうか。今回は翔猿関について深掘りしてきました。緊急搬送と聞いて驚いたファンの方が多かったのではないでしょうか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。また取り扱ってほしいアスリートがいればコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。